今回も多摩交通局をご視聴いただきありがとうございます。本日取り上げますのは多摩都市モノレールです。去る2020年1月23日東京都が多摩都市モノレールについて現在の終着駅上北台駅から JR 八高線箱根ヶ崎駅までの区間の延伸事業に着手すると正式に発表しました。おめでとうございます。この箱根ヶ崎延伸計画を含め現在多摩都市モノレールには東京圏の都市鉄道が目指すべき姿を実現する上で意義のあるプロジェクトとして上北台から箱根ヶ崎、多摩センターから町田、多摩センターから八王子の3つの延伸計画が選定されており、 YouTube でも検索すればさまざまな解説動画を視聴することができます。しかし多摩都市モノレールにはこの他にも構想路線として未だ具体化されていない延伸計画が存在することをご存知でしょうか。今書き足された緑色の線がその構想路線です。箱根ヶ崎より羽村・秋川を経由し八王子に至るルート、八王子市参入町付近より分岐し小宮を経由して甲州街道に合流するルート、唐木田より分岐し南多摩・これまさへ至るルートの3つがあります。これらはあくまでも構想段階であり、また先ほどの意義のあるプロジェクトとしても選ばれなかったため注目度・知名度ともに低い水準にとどまっていると言わざるを得ません。さて、前置きが長くなりましたが、今回のテーマは多摩都市モノレールの構想路線を勝手に具体化してみた羽村・秋川延伸編でございます。今回多摩交通局では各沿線自治体の議会議事録・都市計画などを参考に、もしモノレールが本当に延伸されることになったらどのようなルートで敷設したがっているのかを探り、独自の予想・願望・素人考えを交えながら勝手にルート及び駅を具体化してまいります。それではようやく本編へどうぞ。まずは箱根ヶ崎駅から開始します。現状では箱根ヶ崎延伸ルートも設計が具体化されているわけではありません。ただ JR の箱根ヶ崎駅駅前広場に近い場所に駅が設置されることは想定されています。モノレールの箱根ヶ崎駅が北向きに設置されるか、より駅前広場に乗り入れて西向きに設置されるかは定かではありませんが、大型モノレールの最小曲線半径が 60m であることに鑑みれば、一部立ち退きもしくは駅舎改築が求められるものの、この角を曲がることはなんとか可能であると考えられます。ここは羽村延伸を考える上で都合のいいよう駅前広場に乗り入れる形を取りたいと思います。箱根ヶ崎駅をまたいだ後は都道163号羽村街道を道なりに進み、やがて JR 青梅線と交差します。羽村駅近辺に関しては現在羽村駅西口において進められている土地区画整理事業と絡めて説明する必要があります。羽村駅西口土地区画整理事業は安全性、福祉、コミュニティ、景観に配慮したまちづくりを行うため羽村市が2003年から施行している事業です。ざっくり言えば、ただいま赤く示した地域の宅地の形、道路、公園などをほとんどすべて改造するような事業であり、完成した暁には現在の羽村駅西口とは全く異なる街並みが出来上がります。この事業の中に都市計画道路3412号線という道路があります。この道路の幅員は40メートルでかなり幅広です。この幅の広さが何に由来するのかといえばモノレールです。羽村市としては1995年や6年あたりの時点ではここにモノレールの用地を確保したいという意図があったようです。ただその後モノレールの羽村延伸自体が現実味のない計画となったためか、それ以降の市議会での答弁を見る限り、道路の幅にゆとりを持たせておけば仮にモノレールが来ても行けるけど、この土地区画整理事業自体はモノレールとは関係ないというスタンスを取っているように思われます。また市議会議事録内では3412号線と駅前とを結ぶ都市計画道路751号線が JR の羽村駅とモノレールの羽村駅を連絡する道路として考慮されていることも明かされておりました。したがって仮にモノレールが延伸された場合、モノレールの羽村駅は踏切をまたいだこの辺りに設置されることが想定されているといえます。都市計画道路3412号線は現在住宅街となっている地域を貫き羽村大橋へつながるように計画されています。モノレールもこれに沿ったルートを取ります。羽村大橋を渡るとあきる野市に入ります。都道250号線を進んだ後、膝橋交差点を右折、都
都道165号線を進みます。秋川駅のちょうど北側に差し掛かったところで右折し、南進、秋川駅へと直進します。駅前の目抜き通りである都市計画道路秋3211号線はモノレール延伸に備え30メートルの幅員が確保されており、現状圏央道日の出インターチェンジ付近で止まっているものをさらに北へ延伸、都道165号線にぶつける構想もあるようです。ただしこの構想は住宅が建て込んでおり実現性に乏しいためか、都市計画の中には組み込まれていません。しかしながらモノレール構想ではこの道路の実現が前提となっているようです。秋川駅をまたぎなおもモノレールは南下、油台交差点で都道7号線にぶつかったところを左折し東向きに方向転換します。なお秋川駅南口から油台交差点までの直進道路は現在ありません。モノレール建設の際はあった方が望ましい道路です。あきる野市の市議会議事録では都道7号線と都市計画道路秋339号線を通って八王子方面へ抜ける構想であることが示されておりました。秋339号線は未だに完成していない都市計画道路で、計画ではあきる野市野辺の落合坂せせらぎ通りの付け根あたりで都道7号線と交差するようです。モノレールはこの交差点から秋339号線に入り坂下へ下ります。いよいよ秋川を渡って八王子市に入ります。しかし都市計画情報を閲覧できるサイトで調べたところ、都市計画道路秋339号線は川の真ん中へ途切れてしまい、そこから先八王子方面への計画はありませんでした。あきる野市と八王子市の間で都市計画のすり合わせができていないのでしょうか。モノレール延伸運動を活発化させる前にやるべきことは山積しているように思われます。八王子市は第二次八王子市都市計画マスタープラン、通称都市づくりビジョン八王子の概要版を公式サイトで公開しており、その中でモノレールの構想ルートも明示してくれています。八王子市内のルートはこの記載内容に従って検討します。モノレールは都道166号線を道なりに滝山城址をかすめながら進みます。善太郎坂下交差点で新滝山街道と交わるとここを左折、南東方向に直進します。左乳橋交差点では右折、東京環状に入ります。ちょうどこの付近では多摩都市モノレールの高層路線の一つである小宮を経由して甲州街道に合流する路線の分岐が想定されています。モノレールは八王子インターチェンジをまたぎ南進を開始します。ここには日踊り山トンネルがすでに開通していますが、残念ながらモノレールが並走できるほどの構造的余裕はありません。したがって新たにモノレール用のトンネルを掘削する必要があるでしょう。日踊り山の上を通すでもありますが、小宮公園という雑木林になっている以上モノレールが空中を飛べば景観破壊と言われかねません。日踊り山を抜け浅川を渡ればあとは八王子駅に向かってまっしぐらです。多摩都市モノレールにおいて延伸する意義があるとされた3ルートのうち、多摩センターから八王子に至るルートがありましたが、このルートの終点は八王子駅南口です。というわけで中央本線をどうにかしてまたぐ必要があるのですが、駅周辺はビルが林立しており、なおかつ駅ビルも鎮座しているので容易ではありません。ここは個人的な推測ですが、おそらく駅の東側をこのように迂回するルートが建物の撤退を最も少なく抑えられるルートなのではないかと思います。西側迂回ルートでは旧丸井八王子店とぶつかりますし、何より線路の反対側に八王子オーパーがあります。東側迂回ルートでも撤退してもらわなければならないビルは出てくるのですが、南北でモノレールをつなごうというのなら建物の犠牲は不可避であると思います。実際立川駅の南北をモノレールで貫く過程でもかなり大掛かりな駅前大改造が行われ、高島屋や長崎屋といった大型商業施設も含めて解体されました。続いて駅の場所を考えていきます。とりあえず周辺人口などの難しいことは考えません。また新しい車両基地なども全く考えませんでした。多摩都市モノレールの平均駅間距離は889メートル、四捨五入しておよそ 0.9km です。今回はこの駅間距離に従って駅をポンポン設置していきます。今回使用させていただいたサイトは空想鉄道さんです。
地図上に架空の鉄道路線を敷き公開することができます。駅間距離も表示してくれるので大変助かるツールです。手順としては、まず先ほど決めたルートを空想鉄道にも書き込みます。次に JR との交差地点など多分確実に駅が置かれそうなところに駅を設置します。続いて、だいたい駅間距離が 0.9 キロで均等になるように駅を設置していきます。最後に駅同士の距離が近すぎるところを離したり、トンネルや橋の上など変な場所にある駅をずらしたりして調整します。さて、駅の場所が決まったら駅名を決めていきます。多摩都市モノレールの駅名は基本的にその場所の地名であり、なんとかゲートウェイのような風変わりな駅名は付けられません。ただし、駅周辺に大学や体育館、街道といったランドマーク的な施設がある場合は、その名前が付けられることもあります。ランドマークが複数ある場合は、点でつなぐこともあります。今回の命名もそれに準ずる形で行っていきます。また、これは個人的なポリシーですが、駅名かぶりはなるべく回避させました。現在の多摩都市モノレールの駅でも、高松駅に代表されるように、日本に実在する他の駅名と名前がかぶっていることがありますが、私は頑張ってそのようなことがないようにしました。駅を間違えてしまったというような悲劇を起こさないための配慮であります。